当たり前だろ。他の奴らを出し抜いてやったんだからな。お前が俺を選んだ時のあいつらの顔見たか。傑作だったぜ。すっげえ悔しそうな顔してたよな。うん、そうだ。俺様を選んだお前もちゃんと褒めてやらねえとな。褒美に血でも吸ってやろうか。ち、冗談だって。分かってるっつうの。ま、確かにこの人混みの中で吸うのは避けた方がいいか。つうか、血も吸えねえのに父なしのおもりとか、めんどくさくなってきやがった。けど、こいつを放っておいて横から奪われんのはムカつくし。おい、父なし。うるせえ、行くぞ。他のヴァンパイアがうろついてない場所に決まってんだろ。ついてこい。ここまで来れば大丈夫だろう。あ？ここは俺らんちの別邸だ。言っとくけど、当然お前一人で出歩くのは禁止だからな。足りめえだろ。おい、父なし。父なしのくせに何ため息ついてんだよ。そんなに行きたかったのか？なんだよ。ああ、だから知らねえって言ってんだろうが。本当だっつの。しつけえぞ、父なし。カーニバルの女王だなんだって初めて聞いたぜ。レイジも言ってただろ。なんだよ、そんなにカーニバルの女王ってのが気になるのかよ。お前、やる気満々じゃねえか。ま、んなもん適当にやってりゃいいんだって。どうせ座ってるだけとかそういうんだろ。そりゃ人事だからな。つうかさ、俺様がそんなことどうでもいいって思わせてやろうと思ってよ。ここなら俺たち以外に誰もいねえし、血も吸い放題ってわけだ。うるせえ、おとなしく。やっほー、ビッチちゃん、ライト君登場だよ。ああ、君、こんなところにいたんですね。探したんですよ。ああ、ライトにカナト。あれ、アヤト君いたの？気がつきませんでした。ふざけんな。俺はこいつの隣にずっといただろうが。そうだったっけ。それに、さっきこいつが俺を護衛に選んだところ、お前らも見てただろ。今の今まですっかり忘れていました。ああ、そうそう、僕たちお土産を持ってきたんだ。そうだよ。ま、ビッチちゃんがお土産を食べられるか食べられないかは
リッチちゃん次第なんだけど。ねえ、リッチちゃん。僕がいなくて寂しかったでしょ？僕がその辺の女の子とイチャイチャしてなかったかとか気にならなかった？リッチちゃんがライト君がいなくて寂しかったって言ってくれたら、僕が特別にこのお土産をリッチちゃんに口移しで食べさせてあげてもいいんだけどな。ライト、そんなに彼女に近づかないでください。あん、カナトくん、何するのさ。ビッチちゃんを返してよ。ライトばっかり彼女と話してずるいです。もっと僕の方に来て。君、今僕の機嫌がいいって思ったでしょ。だって君の顔にそう書いてありましたから。君はすぐに感情を表に出すからつまらないです。もっと面白い反応を見せてくださいよ。ねえ、上手にできたら僕たちが持ってきたお土産あげてもいいですよ。ね、どうしますか？おい、お前ら、今すぐ父なしから離れやがれ。何するんですか、アヤト。僕と彼女の邪魔をしないでください。そうだよ、これからが面白いところなのに。うるせえ。ほら父なし、こっち来い。ああ、残念。それよりお前ら、さっさとその土産をよこしやがれ。どうせあれなんだろう。あれ？あれっつったらあれしかねえ。俺の好きな食い物に決まってるぜ。言っておきますけど、たこ焼きじゃないですよ。あ？あやとくん、僕たちがたこ焼きを持ってきたと思ってたの？違うのかよ。違うに決まってるよ。そんなのここらに置いてあるわけないじゃない。え？じゃあ土産って何なんだよ。これです。たまたま通りかかったお店に置いてあったんです。とっても美味しそうでしょ。しかもそれ普通のヌガーと少し違うんでしょ。なんだっけ。ヌガードミエルです。え？なんだそれ。普通のヌガーよりたくさんの蜂蜜が使われているんです。下界でもあまり見かけないのでいっぱい持ってきました。うえ、うまそう。そんなもん大量に持ってきてどうすんだよ。見てるだけで胸焼けすんぜ。どうするって、そんなの食べるに決まってるじゃない。ああ、甘いもんとかお前ら全然分かってねえな。じゃあアヤトはそこで見てればいいですよ。僕たちだけで食べるので。ふん、勝手に食ってろ。だってさ。じゃあアヤトくんは放っておいて食べようよ、カナトくん。うん、甘くて美味しい。これはいい蜂蜜を使っているようですね。うん、本当だね。確かに普通のヌガーより甘くて濃厚。
君、そんなところに突っ立っているならお茶を入れてきてくれませんか。あ、ビッチちゃん、僕の分もよろしく。わかってると思いますが、僕の分はフルーツティーにしてくださいね。ビッチちゃんもこのヌガー食べたいんでしょ。さっきからずっと僕たちのことを物欲しそうな顔で見てるし。紅茶を入れてくれるのなら少しくらいは分けてあげてもいいですよ。ほら、早く入れてきてください。僕は喉が渇いてるんですから。ミッチちゃん、早く今すぐ持ってきてくれないとお仕置きしちゃうよ。おい父なし、ちょっとこっち来い。さっきからあいつらの方ばっかり見やがって。俺よりあいつらの方がいいのかよ。ねえビッチちゃん、今からでもアヤト君から僕に乗り換えない？はあ？いいじゃないですか。僕は君がアヤトを選んだ時から面白くなかったんですよ。君は僕を選び直すべきです。ふざけんな。こいつは俺を選んだんだ。今さら変えるわけねえだろ。行くぞ父なし。逃げるんだ。なんだと。仕方ないですよ、ライト。アヤトは肝心なところでいつも逃げるんですから。いいぜ、そこまで言うなら勝負だ。勝負？勝負に勝ったらグダグダ言うんじゃねえぞ。確かこの辺に。何を探してるの？ん？あ、これだ。アヤト君、旗なんて取り出してどうしたの？それで何の勝負をするって言うんですか？はあ？何言ってんだよ。フラッグゲームに決まってんだろ。なんでいきなりそれなの？チェスにしましょうよ。ダメだ。頭を使うゲームはフェアじゃねえからな。確かにフラッグゲームならアヤト君にも勝つ余地があるかもね。いいや、これだ。絶対勝つからな。ほらよ父なし、お前これ持て。当たり前じゃねえか。俺の言った通りにちゃんとやれよ。間違ったら死ぬまでチーズってやるから覚悟しろよな。まあまあビッチちゃん、アヤト君が横暴なのは今に始まったことじゃないよ。さっさとしてください。
ああ、負けちゃった。よっしゃ。どうだ。やっぱり勝負ってのは勝つと気持ちがいいぜ。アヤト君、やったのはビッチちゃんだよ。そうですよ。どうしてアヤトが威張ってるんですか。うるせえ。俺の完璧な指示のおかげでこいつは勝てたんだからな。負けた方はぐちぐち言わない約束だろ。そうだね。残念。じゃ、僕らは行こうか、カナト君。次は絶対負けませんから、覚悟していてください。またね、二人とも。あ、ヌガーは僕らで、綺麗に食べておくからね。やっと行ったか。おい、父なし。こっち来いよ。やっと邪魔者も消えたことだし、血吸わせろ。ご褒美ってやつだ。あ、はあ、不明。あいつらの牙よりも俺の牙の方がいいだろう。お前は他の奴らには絶対渡さねえからな。ったく、そもそもお前がはっきりしないからあんなことになったんだぜ。このまま城に残ってるとまた他の奴らに絡まれそうだし、外行くぞ。ええじゃねえよ、お前も生きてんだろ。ほら、ついてこいよ。